どうも皆さんこんにちは、ドライブです。今回はバイオハザード7レジデントイービルを遊んでいきたいと思います。バイオハザード7は発売日に軽く遊んだ程度で、あんましね、ストーリーとかがうろ覚えなんで、バイオハザードビレッジが発売される前にね、しっかり遊んでおこうというところで、しかも今回グロテスクバージョンをプレイするので、グロ注意です。ほんまにね、ご視聴の際は自己責任でお願いします。ではね、もう早速やっていきます。本当に自己責任でお願いします。難易度はノーマル、相当グロいんで。イーサン元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。あ、いいニュースよ、もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ、この子守みたいな仕事を終わらせて早く素敵な旦那さんに会いたい。寂しいわ。あ、もう仕事に戻らなくちゃ。愛してるわイーサン、早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃね。このイーサンという人が主人公ですね。うわ、血まみれ。イーサン、あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら私を探さないで。探さないで、そんな言われたらもう探してまうよね。彼女？奥さんがどっかに行方不明なってんやろ。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。昨日は急に帰っちまって。ああ、俺は心配ないよ、大丈夫だ。話があって、ミアがまだ生きてたんだ、戻ってきた。見つかったのか？どうやって？何があった？詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ、ルイジアナ州だよ。3年も経ってんだろ。ああ、分かってるけど、本当に彼女なら何があったのか知りたいんだ。これマジで実写レベルで綺麗じゃない、カメラ操作。すごいな。いやー、ほんま久々にあるわ。ほんまにストーリーとか全然うろ覚えなんで。始まった。ここだな。そうそう、一人称視点やねんな。ハエ飛んでる。で、セブンとか、まあ、ビレッジもそうらしいんですけど、このガードがね、必須になってくるんで。現在の目的地、すごいな、立派な家。チェーンがかかってる。あ、これダッシュできる。いや、もう明らか怪しいやん。ようこそ。これ中は開かれへんのか？中は開けない。恵みを受け入れろ。うわ、虫飛んでる。虫はほんまに苦手。おるよ。
すいません、道を教えてください。待って、おっちゃん歩くの早いな。ちょっと、え、いなくなったやん、カラス。うぃ、よいしょ、しゃがむ。もしかしたらね、自分のビビり声でかなりうるさいかもしれないですけど、ご了承ください。いやね、今もう夜中の1時にやってるんですよ、このゲームを。それだけでも怖いのに。よいしょ、しっかりね、もう周りを見渡して、運転免許証取ったんかな。あ、取ってる。メールと運転免許証。何か黒いものがこびりついている。いや、こういうさ、ホラーゲームとかやるとさ、なんかどうでもいいことばっか喋っちゃうんですよね。この周りの状況確認とかね、ブランコがある。暗いよ。ちょっと、閉じ込められた。クソ。いや、冷静やな。クソで済む。めっちゃ俺やった、このドア叩くで。ドア開ける。なんか物落としたね。これはチェーンカッターがいりそうやね。何もわからない。鍵がかかってる。汚ね、水、ドブ水やん。生えたかってる。なんで？あれ？こんなんやったっけな？ちょっと待って、全然記憶にないっすわ。あ、これは知ってるよ。ネバネバやろ。ネバネバの冷蔵庫。これも知ってて気持ち悪いね。ゴキブリ。これ最悪。なんだ、畜生。無理。ゴキブリだけはマジで無理。このゲームで一番気持ち悪いシーンじゃん、あれ。ゴキブリが手に乗んねんで。怖いわー。いやー、これね、ストーリー覚えたらサクサクいけるんですけどね。ちょっとね、全然覚えてないんで。あ、これセーブポイントね。セーブポイントと、お、ビデオテープ。あれ、セーブはいっか。いや、サクサク進みたいけど進めない。こっちは何もない。そう、ビデオテープは覚えてるよ。これ誰？ミア。ヒューズが一本足りない。ピアノ。おいー。鉄格子で、ここにビデオテープ入れるんよね。バグってるよ。うお、来た。おい。大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、
素人なんかいらないんだ。俺カメラマン。ヘマするなよ。アマリロの二の舞はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。アテレコはしない。これ今ビデ、E さんはビデオテープを見ているねんな。その画面やねんな。確認だ。屋敷内を一通り映して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵の数話ゲームは、外れゴミ屋敷の情報を待って。明るすぎて顔見えてない。最高だ。これさ、イーサンさ、あんな部屋でビデオテープ回して見てんねやろ。イーサンやばいな。逆にイーサンが怖いわ。回ってるか。よし行くぞ。ちょっとどいて。一発で上げてくださいよ。しまって。先どうぞ。はい、先行きます。行かしてくれへんのかい。で、なんでボロ屋なんかに。資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。これ子供騙しだ。さっき来た場所やな。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。これさっき来た場所っすよね。ここでがチェーンかかってて、廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い。あ、チェーンかかってるね。やっぱこの家はいつから廃墟だって。3年前だ。倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。どれ。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない。これまたゴキブリ出てくんじゃん。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。ああ、なんだよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひで。ここにカラスおらんのじゃん。あ、おらへん。気になっちまうけど、まあいい背景が取れそうだ。あ、ネバネバや。アンドレ、どう思う。あ、ごめん、撮影しなかった。ごめん。アンドレ、アンドレ、さっきこっち歩いて行ってたよ。クランシー、アンドレ見たか。冷蔵庫見てた。どこ行った。ったく、何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。いや、言い過ぎやろ。でも買いが利くんだ。カメラマンのお前と違ってな。ちゃんとついてこい。はい、ついていきます。うい。なんだ今の、聞いたか。ちゃんと音も拾いました。アンドレ、どこ行った。いや、怖っ。アンドレ、どこにいるんだ。これさっきのビデオ、ここよね。イーサンこの辺で座って、このテレビ見てんねやろ。この今の映像を。ヒューズ一本足りんの、やっぱ。なんだこれ。よく気づいたな、おっさん。隠し通路。あ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。これな、知ってんねんな。ちょっと思い出したな。これはちょっとインパクトありすぎて覚えてるわ。お先どうぞ。先に行け。俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。上から撮りますよ、そんな。先に行け。これちっちゃくなってますよ。しゃあないっすね。見えるか。なんだ。あ、
アンドリーいました。アンドリーがいました。ちょっと降りてこないですか。ちょっと一緒に見ましょうよ。全然降りてこへんやん。うぅうわ、誰かおる。断末魔。マジかよ。んで、追いかけんねやろ。怖えなぁ。いやー怖えな、こっから。怖えわー。よいしょ、よいしょ。うい。痛い。全然はしごないや。これ結局降りられへんかったん。じゃあ進むか。ここやねんな、アンドレがぶっ刺さってたパイプ。地下水きたねえ。うわ、めっちゃ嫌。こんな水通んのマジで嫌。きったねえな。なに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 、ガス出てるやん。うわ、びっくりした。アンドレ、え、アンドレですよね。びっくりした。なんでこの先にカメラもおるんじゃん。何やねんこの部屋。あれ、なんか結構覚えてないもんやな。あ、これもらえる？バーベル。もらわれへん。ミア。ミアおるやん。開けれません。ベン死亡、ハロルド転化。転化って、クランシー L ってなんやろ。後ろ回る。3分の2死んでる感じやな。チェーンカッター拾いました。もうサクサク行くんでね、こっからは。もうミア助けて救出して、もう逃げる、逃げ出す。ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、イーサン大丈夫か。どうしてここにいるの。どういうことだ、君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか。一体何があった。あいつが来る、早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。あるかな、カメラマンを連れてってやつかな。え、帰り道、向こう。どこに行く気だ。安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も、もうそんなに経ってしまったの。えぐい。しゃがめる。ミアのケツ見とこ。どうした、なんだこの。
の場所は。何をされた。後にして、まずはここから出ないと。確かこっちのはずよ。なんで知ってんの。てかなんで俺怒られたん。なにこれ、何肉。どうしたん。ちょっとお肉見てたわ。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない、私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。分かった、それじゃちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話しても。いや、何も聞いてないよ。こっちへ行きましょう。確かこっちみたいなことしか言ってなかったやん。ミア、そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから覚えてるの。何やったっけ、5人家族ぐらいやったやん。5、6人家族のやばいやつら。ここよ、ここだわ。ここよ。お前ソファーちゃんとあるやん。この部屋覚えてる。ドアがあったはずよ、間違いないわ。ドアがない、なくなってる、なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。どうしたの、どうしたの急に。ここにドアがあったの、信じて。どうしたの急に。二重人格やで。E001。 おばあちゃん。ミア、早く逃げないと。ここにいてくれ、いいな。出口を探してくる。こういう人形怖いよな。特に何にもない。びっくりした。ミア、えぐ、これ扉やったんや。どこ行ったんや。ミア、開いたよ。誘ってるやん。何もない。めっちゃ雨降ってるやん。さっきあんな天気良かったのにな。お、見取り図。いやいやいや、もう回復薬。あ、そうや、思い出した思い出した思い出したよ。なになに。せ、ここや。やばいやつの声が聞こえる。怖すぎやろ。マジで怖すぎやろ。えぐい、片手でイーサンをぶん投げる。やばい、やめろ、やめ、いっさあ。ミア、待て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 。痛い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 。声が聞こえる。あの子が
私の体の中に戻ってこようとしてる。顔色戻った。私を一人にして。やばいやばい。私が悪いの、当然の罰よ。ミア、なんでこんな。回復薬を使う。いや、刺し傷治ってんけど。いや、蘇った。私に構うな。くたばれ。おっしゃ、手斧を拾って勝負や。ほらほら、いてえ。ほらほらほら、いてえ。ほらよいしょよいしょ、とどめ。いや、もうほっといてええと思うよ。もう人間じゃなくなってるやん。めっちゃいいさんええやつやん。こうなっててもミアを心配すんねん。電話鳴ったよ。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ。ゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って。早く。了解。屋根裏行ってきます。扉が開いた音した。そしてミアがいなくなっている。あ、ここに繋がってんや。へえ。ヒューズないけどさ。あ、なるほどな。オッケー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 。ここにヒューズが入ってんやろ。やっぱりヒューズを取って。これ開けられへんの。開けられそうにない。ヒューズを取って、ヒューズを入れる。で、これでも OK なんかな。で、2階行く。おー、びっくりした。おー、びっくりした。忘れてた。大丈夫、私よ。いや、もう安心できんよ。つけるつもりはなかったんでしょ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。恐怖の仕方えぐい。お前も味わいやがれ。と。何これ、痛すぎやろ。抜けへんの。そんな深く刺さってんの。待って、チェーンソーあかん。チェーンソー。腕取れた。腕取れた。痛い。血出てる。痛い。治らんよね、さすがに。これに薬ぶちまけたで。しみるどころじゃないと思うで。いや、ほんとね、皆さんご視聴は自己責任でお願いしますね。んで、これ押す。うわとか言ってるけど、それどころじゃないやろ、セーブしよう。
よし、ちょっとね、こまめにセーブさせていただきます。ガーとか言ってる場合じゃない。もうもがく、もがくどころじゃないよね。ちょっと痛みがわからん、痛みの度合いがわからへん。マネキン、お揃いやな、腕ないよ俺も。ハンドガンゲッチュや。よし、これで。もう薄気まんまやん、これでとか言ってるやん。お前さっきはね、ミヤぶつ、斧で刺してさ、ちょっとさ、あ、やってもうたみたいな感じ出したのにさ、銃拾った瞬間強気やな。よし、これ倒せれるみたいな。いやでもな、これ片手やからな、ちょっとね、エイム悪いんちゃう ?B さん。この辺のハンドガンとかちょっと拾っといて。これで装備変更ね。まず探索しよう。これも、戦うから。言っちゃうけど戦うから。で、取ったか?で、この辺でも壊せれるの、確か。障害物は、邪魔な障害物は破壊や、全部。アイテムドロップせえのかったかな、確か。しなさそうやね。さあ、戦うよ。うわ、チェーンソー来ましたね。で、先制攻撃。いや待て、お前ずるい。ほら、この FPS で鍛えたハンドガン全部撤収。ほらほらほら、おい、ちょっと待て、走ってくな、走ってくな、走ってくな。痛い痛い痛い。いや、リロード間に合わへん。リロード間に合わへん。ちょっと一回部屋出る。ちょっと一旦部屋出る。部屋出ます。それ、手ないからリロードできひん。何何何何、どこ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 。何してるの?何か見られたら困ることでも。何してるの?ほら。いいよ。いいよ、ひるんだら撃つ。あ、外した。倒した?愛してる。嘘つけや、ほんま。とどめや。この野郎、この野郎。うわ、当たり判定ない。目開いてるよ。怖っ。よーしや。チェーンソーもらいたいな。これ拾われへんの?来ました。はい、ファミパン。いて。ファミパン懐かしい。久しぶりに言った。そんでね。こうやってずるずる引きずられて、家族にされるわけですよ。家族に